皆さんおはようございます。ちがみなです。ブブーン。というわけで本日なんですが、礼文島にね行ってみようかなと思います。私ちがさきみなに本日ね初めて北海道の離島に渡るわけなんですけど、多分ね礼文島が北海道の最北の有人島多いので、今日はねそこの島に遊びに行ってみようかなと思います。それで旅中にね離島に行くっていうのがかなり新鮮で、ちょっとね今ドキドキしてるんですけど、とりあえずねフェリー乗船するためのチケットをね今から買ってきちゃおうかなと思います。それじゃあ行ってきます。はい、それじゃあちょっとチケットを買いに行きます。さあ行きますか。いつか北海道の離島に渡ってみたいなっていう風に思ってたので、今回ね念願なんですよね。しかも天気予報的には晴れなんで、多分ね綺麗な景色がいろいろと見れるんじゃないかなと思います。じゃあ行ってきます。じゃじゃんってことで、とりあえずね礼文島行きのチケットをゲットしたんで、これをちょっとバイクに貼ってきます。さあもうねあと30分ぐらいで出発の時なんで、サクッとくくりつけたいと思います。島に渡るのどうしよう、緊張してきたんだけど、なんか謎の緊張感がある。謎の緊張。ちがみなチャンネルの視聴者さんにお会いしました。え、なんて言えばいいのか、こんにちはとかで。こんにちは、体験しています。ありがとうございます。まさかこんなところで会うとは思いませんでした。偶然にもお寄せいただきました、ありがとうございます。ちがみなの動画よいしょ。はい、フェリー、どのフェリーってことでね、フェリー乗ります。フェリー乗るぞ。待って、どこにあるんだろうフェリー、どこにあるんだフェリー。左側って言ってた気がするな。あれ多分こっちにあると思うので、多分行きます。よし、あったあったあった、車両待機所礼文島って書いてある、こっちだ。ついに挑戦。わー、おえ、これ乗るの、これ乗るんかな。あっちだ。わ、これに乗るんじゃ。わあ、ちょっと前習いで並んでいるところがあるんで、おっつ、どうしたらええんや。ちょっとぐるーっと回ってきます。よしよしよし、いいね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 、よーし、あれだ、多分この線沿いに並ぶんだと思います。よし、バイクの人たちの列に着きます。よーし、到着。それじゃあ礼文島に向けて出発します。行ってきます。ちがみなの動画。はい、というわけで礼文島行きのフェリー乗船、サイプリア・ソーヤってやつに乗ります。はい、こちら側、わかりました。ちょっと難しいな。あ、大丈夫ですか、わかりました。無理そうだったらそうします。はい、とりあえず左側、ありがとうございます。上陸じゃない、入場、結構ね、すごい、凸凹がすごい。よいしょ、よいしょ。ん？あ、よいしょ、なるほど。あっち、押してもいいですか？よいしょ、あ、はい、よいしょ。よいしょ。よいしょ。すみません。お待たせして。よいしょ。ちょっと一回後ろを下げて。
いしょ、よいしょ、あそこか、はいはい、おい、どうにかなった、なんとかねフェリーに乗船できました。本当に何とか乗船できました、はい、それじゃあね出発の時を待ちたいと思います。いい汗を早速かいた気がする。というわけで無事にねフェリーに乗船できました。もうこのね北海道旅で一番のね転倒の危機をね迎えた気がします。なんとか無事にフェリーに乗り込めて本当よかったなと思います。乗組員の方がめっちゃ優しかった、助かった。それじゃあ出発の時ってことで礼文島に向けて出航、ということでとりあえず礼文島に向けて出発したんで売店でおやつを買ってきておやつタイムにしちゃいたいと思います。じゃじゃーん、おやつ買ってきました。北海道民のローカルフードカステーラっていうやつと稚内アイスをね頼んでみました。じゃあ食べます。アイス全部北海道産のものでできてるみたいです。添加物とかも一切使ってないナチュラルアイスです。よし、美味しそう、いただきます。うん、うん、まし、濃厚、なんていうかすごいマイルドな味わいで、めっちゃね高いアイスの味がする。カステーラも食べちゃいます。え、初めて食べます、いただきます。カステラです。辛くないし、うますぎる、めっちゃ口の中幸せになった、超美味しい、これやばい、激推ししときます。稚内牛乳アイスめっちゃ美味しい。出発します、上陸、利尻昆布ソフトクリーム、ホッケのちゃんちゃん焼きが、うん、うまじゃじゃん、ってことで焼き芋がやってきました。昆布でもおしゃぶりしたいと思います。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。